助金も実はこの罠があるんですよ。こいつ全然分かってないなと思ったら吹っかけられたりしますよ。損を垂れ流し続けることになったらどうなりますか。どうも、一ノ瀬アジオです。今日はですね、補助金の落とし穴についてお話ししていきたいなというふうに思います。去年から続いている事業再構築補助金であったり、ものづくり補助金、それから IT 導入補助金などを、私もね、IT 導入補助金を使って、私がやっているね、経営者向けの勉強会の会員サイトを作ったりしたんですが、こういう補助金、助成金ってどのくらいの種類あるかって皆さんご存知ですか？実はですね、これ2000種類以上あるというふうに言われていて、地域限定の補助金があったりとか、本当にたくさんあってですね、実は使えるものあったのに利用してなかったっていうケース、めちゃくちゃあるんですよ。自分に当てはまるものないかなって気になった方はですね、これ個別に検索していくと大変なんですけど、JNET21 で検索していただくとですね、地域や分野を絞って検索できるので、ぜひね、そちらの方を活用して自分に当てはまるものないかっていうのを調べていただきたいなと思うんですけど、結構こういう補助金って情報を知っている一部のね、ほとんど身内みたいな人たちだけで使っちゃってて、他の人が気づいた時には終了してるみたいな、補助金の闇的な話も結構あるあるとしてあるんですけど、これをね、損しないためには定期的に情報を取っていかなきゃいけないっていうのでね、実際には結構難しかったりするんですが、今日はその闇の話じゃなくて、補助金で経営者が陥ってしまう罠がありますので、その話をしていきたいなというふうに思います。特にね、事業再構築補助金とか金額が大きいものっていうのはその傾向が強くなりますので、注意が必要です。補助金を使ったせいで会社がめちゃくちゃになって倒産みたいなことも普通にありますので、本当に注意してください。補助金使おうっていうふうに考えられている方はですね、ぜひね、最後まで見ていただければなというふうに思います。で、これね、どういう話かっていうと、前提として人間の人の習性ですね、これを知っておく必要があるんですが、自分のお金じゃなければですね、無駄にしても損してもダメージを受けない、心が痛まないっていう習性が基本的にあるんですね。自分のお金減るのって皆さん嫌ですよね。使うとき慎重になりますよね。でも自分のお金じゃなかったらどうですか？気にしないですよね。例えばホテル泊まって水道をね、こまめに止めたりとか、電気をこまめに消したりとかって考えないですよね。つけっぱなしでも全然気にならないですよね。あと会社のお金とかね、社長は鉛筆1本、クリップ1個から無駄にしないように電気の消し忘れないかとかすごい気にするんですけど、従業員さん気にしないですよね。会社の文房具とか無駄にしてもまだ使えるのにとかで捨てちゃっても気にならないですよね。もう私自身も雇われの時は全く気にしないで無駄にしてたと思います。例えば監査法人時代とか本当に文房具すごい無駄にしてたと思うんですけど、当時は多少ね、監査法人もお金あったのか、文房具取り放題だったんですね、好きなだけっていう状態で、新しい現場に行くときにもう全員分の文房具を、新品のやつを持ってきて、それを全部現場に持ってって配ってみたいなことをずっとやってたんですけど、これ経営者からしたらたまったもんじゃないですよね。なので、我々がね、毎月社長と経営会議するときなんかは、従業員さんに業績書類を出してくださいと。で、ちゃんと従業員さんと数字も共有してくださいねと。数字共有して、この利益の部分が増えたら従業員さんの業績書類、つまり収入が増えるんですよっていうのを共有してください。こういう話をするんですね。そうすれば従業員もね、会社の利益が増えれば自分の手取りが増えるんだっていうのを実感できるので、会社にとって利益になるような行動を取ってくれるようになるんですね。それで劇的に良くなっていくっていうことがよくあるんですけど、毎月毎月数字共有していけばね、自分たちがこれだけ頑張ったからこんだけ利益増えたんだっていうのが見えて、その利益を増やすっていう行為自体が楽しくなっていって、みんながそういう意識で行動するので、どん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 加速度的に利益が増えていくっていうことになるんですが、民間企業はね、こういうやり方でいいと思うんですけど、官が入ってると、さらに難易度が上がりますよね。行政って死ぬほど無駄多いですよね。自分たちは何も痛まないので、税金でお金入ってくるしっていう状態なので、なんとも思わないですね。なんか理想を追求して、ね、なんか物事を行ったりとか、ちゃんとしたリサーチね、利益が出るのかどうかとか、ちゃんとしたリサーチを徹底的にやらずに事業を始めちゃったりとか、結構うまくいかない事業とか多いですよね。そもそも利益を目的としてないんでみたいなところがあるので、損しても別にもともと利益目的としてませんみたいな感じですよね。で、半官半民みたいな会社も難しくて、JAL もおかしくなりましたよね。で、これを立て直した稲森さん本当にすごいなと思うんですけど、実はね、私も今個人的に半官半民のとある会社に入り込もうとしていて、ちょっと画策してて、こちらからね、どうにか入り込めないかなと思ってアプローチしたりしてるんですが、やっぱりね、その会社も今いい状態じゃないんです。債務超過っていう状態に陥っていて、1年半以内に回復させないとやばいっていう状態ではあるんですが、社長がね、なんか話聞いてるとすごい他人事なんですよね。なんかあったら、県が半分株持ってたりするので、なんか県が助けてくれると思ってるのかなっていうような
どうも他人事だなっていう風に感じちゃうんですよね。危機感がないというかですね、まあ、だからねその状態だと改善結構手こずるだろうなって思ってるんですけど、やっぱりね皆さん自分事じゃないと死ぬ気で頑張らないんですね。で補助金も実はこの罠があるんですよ。補助金ってもらえるものなので自分のお金っていう感覚ないんですね、経営者からすると。だから無駄があっても気にしないんですよ。なんですがこれがやばいんです。例えば補助金を使って機械装置を購入します、製造業でね、まあ、そういうことがあったとしますよね。自分のお金で、ね、会社のお金を使って機械装置新しく入れるってなったら、まあ、徹底的に無駄をそぎ落としていきますよね。だしとにかく相見積もりたくさん取ったりして安いところから入れたりとか、まあ、利益が最大限になるようにやるんですけど、補助金だとこれやらないんですよ。まあ、補助金の要件で相見積もり2社取る必要があるとかってなってたら2社最低限の補助金もらうための条件は満たすようにやりますけど、多少の無駄は気にならなくなっちゃうんですよ、補助金だと。そうすると一番スペックいいやつとかを入れちゃったりするんですよね。例えばですよ、月間の販売能力1000個しかないとか、まあ、LINE でね、製造業で LINE でなんか作ってて他の機械の生産能力1000個しかありません、まあ、要はね1000個以上作っても意味ないっていう会社あったとしますよね。こういう制約があるにもかかわらず生産能力1万個ですみたいな、そういうオーバースペックの機械とか普通に入れちゃうんですよ。そうするとそういう機械ね、例えば大きくて場所も取りますと、電気代も食いますと、修繕維持費も当然ね大きい機械だと上がりますよね。ということで購入代金、その機械を購入する代金は補助金出るかもしれないですけど、その後のコストめちゃめちゃかかりますっていうので、まあコストが莫大になって維持できなくなっちゃったりとか、まあこんなことが普通に起こるんですね。でこれ事業再構築補助金も相当やばくて、これ事業再構築補助金って新しい事業なんですよね、基本的に。まあ新しい事業への投資でその分補助金出ますよっていう話なんですが、投資ってリスクとリターンありますねっていう話、皆さん分かりますよね。ハイリスクだったらハイリターン狙いますし、ローリスクは基本ローリターン、まあこれ当たり前の話なんですけど、私は投資の中で一番リスク高いのって何かっていうと事業投資だと思ってるんですね。要はめちゃくちゃリスク高いんですというものなんですね。要は新しい分野に進出する、事業投資するってめちゃめちゃハイリスクなわけなんですよ。それをやらそうとしてるのがこの事業再構築補助金なんですけど、この事業再構築補助金って通常枠で6000万円とかあるわけですよね。で使った額の3分の2が補助金で出るので、まあ、9000万使うと6000万補助金で出ますっていう補助金だったわけです。まあ、約1億円の投資が必要なんですね、満額もらうためには。でもなんかみんな6000万取りたいからってすごい大きい金額で申請したりするんですよ。今ね規模、会社の規模全然ちっちゃくて、大きい案件とかね大きい事業ハンドリングしたことないっていう会社にもかかわらず、いきなり今までやったこともない全く別事業で1億円の計画作って投資しちゃうっていうことをやるわけです。うまくいくわけないんですよね。で結局ハンドリングうまくできなくて業者に騙されちゃいましたとか、やられちゃいました、大損しちゃいました、こういうのあるあるなんですよ。足元見られますからね、あこいつ全然分かってないなと思ったら吹っかけられたりしますよ。本当にね知識ないとやられます。世の中いい人ばかりじゃないですからね。でこれ3分の2は補助金で出るって言ったって、それ使った額の3分の2ですからね。最初に使ってその使った額の3分の2が補助金出るっていうだけなので、もう全額使っちゃってるわけですからね、補助金で入ってる金額っていうのは。手元のキャッシュが増えるわけじゃないんですよ。3分の1の投資で事業ができるっていう、それだけなんですよね。キャッシュが増えないんですよ。だからそのね3分の1の投資で済んだ事業を成功させて利益を出していかなきゃいけないんですよ。結構ねその新規事業3分の1部分に関しても借金してやってる会社多いですよね。これハンドリングできなかったらどうなるんですか。損を垂れ流し続けることになったらどうなりますか。傷口が広がるだけなんですよ。最もリスクが高い事業投資、これを全く今までやったことない新しい分野でいきなりやりますって超絶ハードル高いんですよ。なんとなくヤバさ伝わってますかね。なので補助金って儲かるわけじゃないっていうことは念頭に置いといてくださいね。自分のお金で投資するのと同じように徹底的にリサーチしていけるってなった段階でお金使ってくださいね。徹底的に数字の管理も行ってください。これ補助金一番ハマるパターンって、もともとやろうとしてた事業にたまたま使える補助金あったから当てはめて、本来入ってくる予定のなかったお金が補助金として入ってくる、まあこういうパターンが一番いいんじゃないかなというふうに思います。だって補助金使えるならあれやろうとかっていうのは、そういう発想はやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで本日の内容は以上になります。このチャンネルではですね、こういった経営者向けの話、会社にどうやってねお金を残す、会社に残るお金を最大化していくにはどうすればいいのか、こんな話を日々配信しておりますので、興味があったらですね少しでも参考になったということであればチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思います。またですね、この YouTube では伝えきれないような経営者に必要な数字の知識なんかをまとめてですね、公式 LINE でお友達になってくれた方限定でプレゼントを今しております。動画概要欄の方からですね公式 LINE 登録できるようになってますので、プレゼント動画を受け取りたいということであればですね、ぜひねお友達になっていただけると嬉しいなというふうに思います。ということで本日の内容は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。
また、動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。